はいどうもこんにちは、某イノシシの被り物をした人です。うわゴム癖。これねイノシシ年だからかな、ゲームセンターにイノシシの被り物みたいなのがあったんですよ。なんか色がこれじゃないような気はするんだけど、まあおそらく気のせい。そんなわけで今回はこちらの被り物が一切関係ないこちらの紹介。はい、僕のヒーローアカデミアのプライズフィギュアシリーズ造形アカデミーの第4弾、今回はヴィラン勢の信楽トムラです。しがらきだから第4弾なのかな。ミスターが発狂しそうだけど、造形アカデミーシリーズいくつか出るのはもう決まってるんですけど、一番欲しかったやつ。というわけでまずは箱の方から。もう箱からして恐ろしいね。でこっち側がモノクロドット、いやなんかすごく合ってる。トムラーと名前だけ書かれています。逆側はカラフルトムラくんで、後ろ今回も通常カラーとモノクロカラーの2つがありますね。モノクロカラーが結構合ってるような気がする。そして原型師の方は山口さんという方。なんかすっごいフリー素材っぽいな。なんかどっかでフリー素材として見たことあるぞこれ。とコメントの方は、僕のヒーローアカデミアでの初の大会になるので全力で挑みました。プルスウルトラで応援よろしくお願いします。中身の方もおそらくプルスウルトラしているはず。これ自体がなんだろう、作者の堀越先生特別賞みたいなのをもらっていたんだよね確か。堀越先生大絶賛のこちら開けていきましょう。プルスウルトラ、これは組み立てとかどうなんだろう。ずーっと限りなく四角い箱。よいしょと。あーそこまで必要ないパターンだ。上半身にまとわりついてる手の方は最初からついていて、首だけが別々になってる。これも見た通り首をガチャ、ゆる、結構スカスカだな。あんま保持力なさそうだな。これとりあえず頭つけただけで本体は完成。自立はするかなと。よ、お、お、お、ちょっとなんかちょっとふらついてる。あ難しいかな。いやでもなんかいけそうっちゃいけそうなんだよな。あー無理だ、絶妙に自立できない。しょうがない、バカデカ台座の方につけておこう。よし、オッケー。じゃあこちらトムラくんね、詳しく見ていきましょう。はい、というわけでギリギリ手足が収まっていないね、しがらきトムラくん。ポーズのあれもあるんだけど結構デカめっちゃデカめだね。このデザインで少なくともヒーローではないんだなってのがよくわかるわ。まずお顔の方なんだけど、すでに顔面に手がひっついてるからほとんどの部分が見えない。わずかに人差し指と中指の間から目は見えるんだけど、ちょっと影になりまくってんね。うまいことなんか光を当てれば、あーちょっと、あこうすれば見えるわ。光を当てればもう目をかっぴらいてるのがよくわかる。目かっぴらいてるし、瞳の部分も真っ赤だし、さらに血走った目をしていますね。一応これ目線的にはこの手を伸ばしてる先の方を見てるっていう感じだ。右目もあーちょっと見える、怖えーな。右目は薬指と小指の間からチラッと見えています。あんまり見えない部分ではあるけど、ちゃんと両目が造形されているんだね。一応ちょっと口元の方もチラッと見えています。口の方はだいぶひび割れてるね。一応下から覗いても口の方は見える。こんなに顔見るの苦労するフィギュアなかなかないぞ。口元見た感じ、にやりと笑ってるような表情にはなってるっぽいですね。すごいね、ちゃんと歯だったり、ちゃんとこれ口元のところにほくろみたいなのもついていますね。いや手で隠れていて見えない部分ではあるけど、一応造形はしっかりされています。そしてそもそもの張り付いてる手の方、全部がなんかゾンビみたいな感じで血色が悪いですね。だいぶすごいなんか青みがかってるというか。で手首の断面部分には一通りなんかこう四角いアタッチメント的なのがついていて、2つの穴が開いてるんですよね。これは何だろう、空気穴的なことなのかな。いやでも全部についてるしなこれ。まあ用途は分かんないけど、生々しさの中にちょっとメカっぽい造形が入ってるから、だいぶわけわかんない感が出てる。そして髪の毛の方もまあどっちかって言ったらブルー寄りの色で、毛の質感の方もボサボサしていてちょっとクセっ毛っぽいね。顔面だけじゃなくて後頭部もしっかりガシッと掴まれている。掴まれてるこっちの手の方からなんか赤い紐みたいなのが伸びていて、それが首を絞めてるような手の方に繋がってるんですね。ほんと怖いなこのデザイン。で後ろから見るとアタッチメント部分の穴からこの赤い紐が伸びてるんだ。この赤い紐もいまいち何の用途でついてんのかわかんないけど、細かいのがね、この紐の方もなんだろう、ただの紐じゃなくてちょっと折れ曲がってるところに黒の墨入れが入っていたり、すんごい近くで見ないとわかんないんだけど、つるんとしてるんじゃなくてなんだろう、ちょっと布みたいな感じのかなり細かいモールドが入っています。この辺もしっかりこだわって作り込まれてるんだろうな。そしてボディの方には肩と二の腕、肘の下、手首あたりで、あと脇のところにも手がある。これずっと両脇に手を置かれていてくすぐったくないのかな。ちなみに超僕の個人的な情報なんですけど、僕脇くすぐられても全然平気です。
脇腹はちょっとくすぐったいかもしんないけど、肩はねずっとなんか肩もみしてくれてるみたいな。まあ別にこの指自体は動かないんだけど、なんかずっと肩もみしてくれてる感があります。まあでもこれ一つ一つの手の形もちゃんと違うし、この手の筋なんかもしっかり作り込まれてるんですよね。すごいな。僕絵描くとき手が一番描くの嫌いな部分なんだけど、堀越先生は手描くのが大好きっていうのがもうこの信楽のデザインから伝わってくるわ。右側も同じく脇腹、肩、二の腕、肘から上、手首のあたり、同じ箇所ががっしり握られています。そしてこちら本人の手の方、もう腕からしてかなりげっそりほっそりしてるっていうのがよくわかる。全然筋肉質ではなくてもうだいぶ骨骨しい。この手の形もなかなか堀越先生作が見事に再現してるね。丸っていうよりちょっと四角っぽくて平べったい感じの指先とか、この体にまとわりついてる手も怖いんだけど、一番怖いのがこの本人の手。信楽の個性が崩壊って言って、手で触れたものを大体何でも粉々に崩壊させるっていうね、そういう個性なんですけど、個性の発動条件がこの5本の指全部でピタッと触れること。一見すごい強そうな個性なんだけど、これ本人のオンオフができないみたいで、日常生活でもなんか持つとき絶対一つの指は離してるんですよね、崩壊しちゃうから。まあそう考えると生活超不便だろうなこの個性。ちょっとおケツでも描こうかなって思ってポリポリ描いて全部の指当たっちゃったらケツが消えるからね。そしてボディ、着てる服の方はもう大体上下真っ黒、上に着てるロンティーの方もちょっとダボダボしてる感じの布のシワがいいね。こう掴まれてるからこそできるシワみたいなのも各所再現されていて、そこもいいんだ。例えばこの脇腹のあたりとか、指がぐっと食い込んでるからこそできるこの周りの細かいシワで、ぐるっと回って後ろ、後ろの方はちょっと背中が猫背でね、まっすぐしていないんでピンと布が張っています。だからちょっとシワは少なめなんだけど、こうやってよーく見ると肉体造形というか背中の筋肉の凹凸なんかも再現されている感じですね。そして履いてるズボンの方も真っ黒っちゃ真っ黒なんだけど、上に着てるシャツとは違ってこっちもなんかゴワゴワザラザラした感じのデニムっていうほどでもないんだろうけど、少し粗めの布なのかなっていうのがよく出ています。こっちのダラーンと垂れ下がった方の手の形もいいな。手首だとかこの指の筋から見てもだいぶ痩せ型なのがよくわかる。そしてシャツもズボンもそうだけど、丈がなんかちょっとだけ足りないというか、上下ともギリギリのキューブ丈っていう感じなのかな。微妙に短いんで手首足首がよく見えます。足首も細いなこれ。その辺の奥様方が見たらちゃんとご飯食べてんのかしらって心配になるよな。上下黒の服なのに対して靴はかなり目立つ赤。堀越先生が靴好きっていうのもあるかもしれないけど、上下黒だからこそ余計目立つ赤いシューズを履いています。あーでもやっぱり靴紐は黒なんだ。まあ普通にいい靴、僕もこういう感じのデザインが好き。そしてちょっと台座から剥がして足の裏、足の裏の方にもちゃんと滑り止めの造形があります。いいね、そこまで特徴的ではないけどちゃんと足裏まで作り込まれている。はい、というわけで信楽と村くんの造形はざっとこんなところでした。本当に目が怖いな。そしてせっかくこれ2人揃ったんでね、ヴィラン連合仲間のダビと一緒に並べていました。一応これ割と最近目に出た公式キャラクターブックの第2弾、この中に書いてある感じだと信楽の身長は175センチなんだけど、相変わらずダビ身長の情報すら書いてないんですよね。だから何センチかはちょっとわかんないんだけど、パッと見た感じ頭身もそんなに変わんないような気がするから、2人ともそこまで身長は変わらない感じだね。まあ2人とも黒いね、いかにも敵っていう感じのデザインがほんと素晴らしいです。というわけで今回はこちら僕のヒーローアカデミアのプライズフィギュアシリーズ造形アカデミーの第4弾、ヴィラン勢より信楽と村紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。いやもうほんとこの体にたくさんの手がついたっていうデザインを見事に立体化してくれました。たくさんあって作るのは大変なんだろうけど、手のデザインが一つ一つちゃんとしてるからね、ポーズだったりこの目の感じからしても原作再現がすごくうまくいってると思います。あとヴィラン連合の中ではトガちゃんが出てくるんですけど、それがもう割とすぐだったかな、12月中に出てくるらしいんでね、そちらもゲットしたら、まあ、おそらくいつも通りの女性キャラクターだからドギマギした感じになっちゃうだろうけど、またトガちゃんもなんとかゲットして紹介しようと思ってるんで、そちらもよかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。